はい、メガバスのアイウィング来ましたよ。
来たぞアイウィング、バレるな、バレんなよ、よいしょ、あー釣れた、アイウィング、よいしょ、はい、メガバスのアイウィング来ましたよ。ねえ、よく引いてくれた、いいバス、綺麗な上流バスだ。はい、メガバスのアイウィング来ましたよ。こんな感じ、いやー綺麗なバス、こんな感じ、いやーポップウォーターやっぱ楽しいね。このホワイトが、こんな感じで釣れましたよ。ありがとう。タックルはね、グラビアスの2020モデルのローギアのものに、メガバスのアイウィンで、グラスコンポジットのね、謎の竿にクロロの14ポンド、こんな感じの組み合わせで釣り上げました。やったぜ。はい、というわけで帰ってきました。今回はですね、あった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 、アイウィング、あーやーっと釣れましたよ。これね、釣ってみたかったんだよなと思って、タイミングタイミングでこうスパンスパン投げていたんですけども、買ったよなんてね、紹介動画も上げましたけど、メガバスのアイウィング135っていうことで、これね、巨大な羽がついたですね、メガバスの羽物っていうことで、だいぶね、出た一番最初出た時に比べたら、ちょっとずつ買いやすくはなってきてますよね。あー、もう最初はね、釣り具屋さんでなかなか見かけないなっていう感じだったんですけども、もう何回か出荷されてるんですかね。だいぶチューニングパーツの羽とかはもちろん売ってますし、あとはね、この本体の方も出た瞬間に比べたらだいぶ買いやすくなったんじゃないかなっていうことで、投げ込んできてみました。で、グローホワイトね、ちょっとね、遠目でも見えるようにっていうことでこの色を選んでみたんですが、今回ね、釣ったところを見るとですね、ものすごいね、遠くで、静かに消し込むように、魚がかかったので、あれって気がついたら、こう、あ、魚乗ってると思ってね、もうでバレるなバレるな、どうやって出たかね、ちょっと見えなかったんで、あ、これはもう途中でバレちゃうパターンだなと思って、でもね、最後までね、結構、がっつり鬼がかりしていて船まで上げることができたんですけども、で、使ってみてですね、おかっぱりとかでも使ったし、ボートでも使ったんですけども、結構ね、135っていうことで、あとこのボディもね、ぶっといので、大きく見える、大きい印象なんですけども、比較的そこまでごつい竿でなくても、投げやすいハイアピールなルアーだなぁなんていう風に感じました。 NZ クローラーって結構重いルアーで抵抗もあるので、使う竿を選ぶんですけども、まあちょっとね、ごつめの竿だとしっかり魚がかかるよって感じが印象としてはあるんですが、これはね、本当普段使いのちょっと M パワー以上ぐらいの竿であれば、ミディアムヘビーまで用意しないでも結構ね、快適に投げれるななんていうね、で巻き心地も軽快ですから、そんな重くないので、ちょっと普通にスピナーベイトとか投げてるような感じの竿で行っちゃおうなんて思うとね、そのまんま使えるなっていうのがまず便利だなって思いました。で、あとはですね、今回ちょっとルアーを付け替えてから、魚をかけるまでね、ロングタイムであんまり編集でカットとかしないでね、投げてるシーン、ルアーの動きなんかも取り込みながら編集してみたんですけども、改めてね、タイミングタイミングで結構あれ以外にも投げてたんですけど、ほんとね、絡まらない、これがアイウィングの強みの一つになってくるんじゃないかなって感じたんですけど、小森さんもおっしゃってたんですけども、結構ね、あれ今のキャストこうちょっと途中で失速させたりとか、 あと投げ始めとか、あれこれ絡んじゃったかな、鼻とかこういっちゃうかなって思うんですけども、まあ見事にね、絡まないでね、
帰ってきてくれる、一回絡むとその渾身のワンキャスとかね無駄になってしまいますからね、こう切りもみ状態になってこう戻ってきたり、あと巻き抵抗すごくなったりして、あーやっちまったってなるわけなんですが、なんかねこのねアイウィングに関してはね本当バランスがねなんかいいんでしょうね。投げてあー今ミスキャストって思っても絡まらないから魚を誘い出すねルアーアクションがもうね常に開始できる。さすがに木とかねチップとか枝とか拾っちゃったらそれはまあそれは取らないといけないんですけども、通常にオープンエリアにビチャーンってね、あとはうまいバンク沿いでも綺麗にキャストがゴミのないラインにバシッて決まった時とかに、遠目でも本当絡まりが少ないので、ここぞっていうね入れようっていう時に安心して投げれるっていうのは一つ感じました。でまあね今回雨とか今年ね梅雨が多かったから雨の日とかにバンバン投げようと思ってね、このグローホワイトってねなんか目立つカラー買ってみたんですけども、最近あんまりね雨の日に釣りに行けてないなって思うと、せっかくだからメガバスのスーパーリアルカラーね超グアニウムゴーストみたいななんかもうベイトフィッシュみたいなカラー買っとけばよかったかなって今ね後になってねちょっとね後悔してるんですけども、ただ今回も全然ね天気のいい真っ昼間ですね、昼過ぎてまだ夕まずめ入るちょっと前ぐらいだったんですけども、それでもねこう魚が違和感なく吸い込んでくれたっていうことで、まあただそうですね、もう一個ねリアルっぽいカラーチャンスがあったら買ってみようかななんていう風に感じました。まあこの色でもね全然ね雨とか降ってなくても釣れてくれたんで、でまあ遠目で見てもどこにいるか分かりやすいんで、以前ねこの色は別に嫌いになったわけじゃないんで投げていこうと思いますが、まあアイウィングですね、まあ引っかかりづらいというところと、なんだろう見た目より、なんだろう投げやすい、いろんな竿で投げて、攻めていけるよっていう、まああとはねこういうちょっと大きめのボックスがないと羽がここのぐらいの角度までしか締まらないので、ちょっとね締まうのに大きめのボックス1個用意しとかないといけないのかななんていうのがあります。でタックルですが、まあ、こんな感じでジーニアスプロジェクトの、グラビアスの 6.6 の、ギア機のものですね、これで投げて、で浅溝スプールに14ポンドラインね、朝巻いたばっかりの、シーガフロロマイスターが入っているんですけども、まあ、これで投げていたんですけど、今回ね上に葉っぱとかね枝が覆いかぶさっているところの、まあ、狭い上流部の水路の奥の奥に、入れようっていうことで、実はあれの前にもワンターンですねアイウィングを投げながら釣り上がっていったんですね。でそしたら結構ねバスはいたんですけども、接近しすぎちゃってバスがねちょっと警戒モードに入ってしまって、人流し目は釣ることができなかったんですね。で2回目もう1回ちょっと時間空けて入るときは遠目に、投げ入れて、で魚にねあんまり警戒心を抱かせないで、そうしたら食うんじゃないかななんていう考えのもとに上がっていったわけなんですが、まあ、このリールのねこの独特のブレーキのフィーリングっていうかですね、ほんと怖くなくですね低弾道でスル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 ってね奥の奥まで入れ込めるキャストが容易にしやすくなるんですね。難しい言い方なんか並べてましたけど、まあ投げやすいね、遠くにこういった抵抗のあるルアーとかも切りもみにならずスーッポチャッってね、投げやすい、とにかくこれがね今回ね釣れた一つのねポイントの一つじゃないかなと思ってですね、今つらつらと語ってるんですけども、このね最後の一伸びっていうかふわーふわーっていう感じで最後もう一伸びしてくれるキャストフィーリングがですね、非常にこういった羽物とかね、投げる上で活躍してくれたなって。竿はこれ中古で買ったグラスコンポジットの竿で、そんなに短くて硬くないんですよね。だから魚が乗った時とかに非常にそのまんま針をかけやすい調子なんじゃないかななんて思って投げていたんですけども、今回ね遠目でわけのわからないまんまねヒットしてファイトが開始されていたんですけども、最後までねバレずに
ちゃんと竿が曲がってくれてね、釣り上げることできたんで、このセット最近ねちょっとお気に入りになりつつあります。というわけでね、ようやくですね、アイウィングね、これ買ったらいいけど、ちょっとね、イメージ的には大きめなんで、実況動画今年中に魚が釣れたシーンとか動画にできるかななんて思ってたんですけども、投げてみたらね、短時間でもね毎回結構結果が出てくれる。前回おかっぱり行った時はバレてしまったんですけども、最初ね人流し目に投げたらおかっぱりでですね、2回3回ぐらいヒットして、まあちょっと魚が小さかったってのはあるのかもしれないですけど、全部バレてしまったんですけど、今回もね他ちょっと釣ってみたいルアーもあるんで、そんなに時間的には投げ込んでなかったはずなんですけども、まあ結構短時間でね魚バシッとね出てくれてっていうことで、非常にねお気に入りのルアーになりつつあります。またね、雨のトップウォーターバッチリってタイミングでねちゃんと投げ込んでみたいななんていう風に思うんですけども、晴れの日もねこんな感じでちゃんと釣れてくれるんで、まだまだ10月11月ぐらいまではねトップウォーターチャンスあると思いますので、精力的にこんな組み合わせで投げ込んでいこうかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、メガバスのですねアイウィング135、これでね、綺麗なバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。